なっちゃった、リアルとリラ。みなさん、こんにちは。こんにちは。三橋 T. V. のお時間です。キャスターは私、菅沢小雪と。三橋貴明です。先生、今日は。今日は前回の続きなんですけど、はい、どうでした前回。わかりやすかったです。誰でもわかるでしょこれ。 もう多分なんか途中に出てくるワードがいつも分からなくて止まっちゃってたのでなるほど <laughs> そこからわかりやすく説明してもらえたのでなんかデフレーションについて、はい、なんか人の気持ちとかさ感情とか<ー>景気の気は気持ちの気だとかですね <laughs> そういうなんか抽象的な話で説明しようとするからわけわかんなくなるんで、はい、明確な合理的に合理性に基づいて起きちゃったの。我々がだってね 4200万円のゴルフ会員権が買って40万円になっちゃったらあれ100万円になっちゃったら借金返せますよ,そうすよ、ね、借金数で買ってんだからそれと消費や投資に回るお金が減るでしょ、はい、そこで政府が金縮財政なんかやったからこれになったのねでもここまで話すと、はい、じゃあどうやって解決したらいいか小雪さんは分かるんじゃないかなここを要は埋めないだけですよねはい需要を増やせばいいです、ね、その通りです、まあ、要はもうちょっと具体的に言うと誰かが金使えばいいんですよはい、はい さあ誰が使うべきでしょうか国そう。政府 <laughs> 政府しか無理ですよ、はい、だってそもそも消費が減って需要不足なんだから、はい、そこでね消費増やせって言われてもいやそんなこと言われてもですよお金ないです、ね、お金ないんですから、はい、あるいは企業が設備投資したらもちろんここ増えるんだけどこんな,なんて仕事がないような状況で設備投資する企業ないよそうですねはい。だから政府がやるしかなくて 具体的には政府最終消費支出、これ公共投資、公的固定資本形成、公共投資ですね。うん、はい、これ道路とかですね。道路作ったりとかやると、あとこっちはね、え、公務員の給料とか。はあ<ー>。公務員さん増やさなかったんだけど。はい。はい。でも、うん、実際日本政府は逆やりました。減らしたんですか。減らしました。300万人いた、えー、地方公務員250万人ぐらいです今。超人手不足でしょ。なんで？え、だから。<laughs> そもそもなんで橋本政権がみんなのみんなのと我々のね、はい、我々の消費や投資が減ってる時に緊縮財政やったかですよ<政>、はい。これが問題だって話なんでしょ。つな <laughs> がったでしょきれい国債<際>なんか発行しちゃダメですよとでも政府が公務員給料支払うとかあるいはあのインフラ整備に、ね、公共投資やる場合って、はい、国債発行なんですよ。 やいいいじゃないかと、はい、一応増えてますよ増えてますけど全然足りなかったんですよね量が。なるほど、はい、ということでここが埋まることがなくてですねもっと国債発行をしているよその通りここが埋まったんですねの、うん、逆の方向いこうとした公務員は削減して公共投資はめち,ゃめちゃめちゃめちゃ減らしました6割にまで減らしたからねさらにもう一個これこれを換気民間の消費我々の消費を 喚起するためにみんな消費しろってやるためには総理大臣が皆さん消費してくださいって言ったってやらんでしょう我々お金ないんですお金ないんだから <laughs> じゃあどうしたらいいですかと消費税の廃止とかはい、はい、物価下がりますからあれそうですねあるいは社会保険料を減免するとか手元にお金残しますと、はい、あと消費税じゃなく、まあ、所得税もあの少なくとも中間層以下はなくしちゃうとかね引かない引かない取らない あなたの手元に残しますあの税金のスタビライザーの昨日話したでしょあのビルトインスタビライザー埋め込まれた安定化装置それやれよかった税金取りませんと消費税も取りませんお金ない人からは取らないですよっていうので平均を保てばよく物価下げる消費税減税廃止でそしたら使うでしょ逆やりましたからね消費税の増税二回やったからね九十七年にやってその後二回やったからねそりゃデフレ脱却できるはずないでしょという話 なんで小池さんだってこれはだめだと思ってたでしょ ?90 年95年の竹村大倉大臣以降ですねその日本は財政破綻するっていうのがなんか常識になっちゃったね、はい、95年だからこのぐらいか200兆円ぐらいか、はい、200兆円ぐらいでガラガラ言うな竹村なくなっちゃったけど、ね、竹村さんね5倍になったんじゃないかって話なんだけど、ね、結局増えざるをえないから国債って、はいはい、もっとちゃんとこの時にバーンと増やしてくれて それでこれれれれれを埋めてくれればででしょ、まあ、ただそれだけうそそけデフレ脱却できたはずなんだけども逆をやったのよそしたらデフレで仕事がない状況だから給料は上がるどころか減っていきますよはい、はい、企業もお金ないんですもんね企業もお金ないんですからリストラしますよとか工場外国に移っちゃいますよとかやらざるを得ないでしょそうです、ね、つまり政策の失敗で我々は今貧困化しちゃったの。なるほどここで でもっっか,かっててるるじゃんって言われると思うあさっきさっき前回言ったらごめん前回生産者が生産して財やサービスを生産してお客さんに消費投資をして支出してもらえば所得になるとはい。この3つ必ずイコールになるって言いましたよね。はい。ということはですよ単純に値上げするだけで例えば えー、小池さんが工業サービスの価格を1割上げましたと、はい、お客さんがちゃんと払ってくれましたと、はい、所得1割は増えるんですよ、はい、実質は増えないんだけど、うん、給料の額面で増えるんですよ、はい、でもねこの生産と支出と所得の合計がイコールになることこれ別名 GDP3 面投下の原則っていうんですけどね、はい、生産面支出面所得面の GDP は必ずイコールになるという、はい、それイコールなんだけどうん、うん、でもそれって地球規模で成り立つんですよね この生産者が外国だったらどうなりますか、うん、なるほど日本国民だったら日本国民の生産した財やサービスが値上がりしたら日本国民の所得が増えるんだけど、はい、外国の場合は所得増えるのは外国なんですよ、はい、でも我々支出増えるんですよはい。これが今起きていることですどんどん減っていくんですねそうだから消費者物価とか見るとですね これが消費者物価指数ということで、まあい、いわゆる物価上昇率、インフレ率のことなんですけど、やっぱりあれですね、ロシア・ウクライナ戦争。うん、あれ以降ですね、消費者物価指数がバーンと跳ね上がって、一時5%余りできましたからね。持ち家の貴族家賃除く総合で。今ちょっと多少下がってるんだけど、でも3%とかだけど、はい、3%の物価上昇率で経験したことないんじゃないですか。 あんまりよく分かってないです。物価上昇の仕組みが物が高くなってるなーっていう感覚はあるんですけど。それだってんですけど。<laughs> それだってます。3%ってとんでもないことなんですか。あとね、続くからね。ああ、どんどん上がる。3%の3%の3%に乗ってきますからね。当然。<ー>3%が続いてるってことだから継続的に上がっていくんですよこうやって。どん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 。高くなっていく。高くなっていくんです、ね。そこ高くなっていく。はい。でも。 所得は増えてないはずですよ。そんなに。はいはい。だからいわゆる今すごく問題になってますけど、その物価変動の影響を除いた実質の賃金が二十六ヶ月間連続でマイナスになってるんですよ。対前年比で一年前と比べて。これね、え多分日本史上最高記録だと思う。長さ的に。お給料が下がってるってことですか。うん、下がってる。下がってなくてもダメなの。物価上昇に追いつかんから。ああ<ー>。こんなに上がられちゃうと。なるでもこれって。 我々の所得一も増えてないんでかというと理由が海外,海外だからですだから石油とか石炭とか天然ガスとかあと穀物、はい、今ちょっと穀物落ち着いたけどそういうもの外国から輸入しているものの価格が上がっちゃってるから国内の物価上がらざるを得ないんだけど所得が増えてるのは外国なんですよ。です。す物価だけ上がっていっ,ちゃっててちゃですかそうで、か。同時に経済がデフレートしてるしぼんでるっていう状況は全然変わっとないんですよ。 だからデフレーションは物価上昇じゃないって言ってるん、ね、<laughs> なるほどデフレーションしているのは国内の話で国内の話で物価が上がってるのは海外の、うん、それで所得彼らは増えてますよ名目ではねはい。これが今日本で起きてることなんですよところがデフレって物価下落でしょとか思ってたら、はい、もうデフレ終わったじゃん物価上昇率こんなに上がってるんだからって言われてたんだけど <laughs> そもそさんもデフレの定義から間違ってんだからなるほどはい 資本っていう意味なねうけどこのねでもね、この実質賃金の下落、つまり物価の上昇に給料の伸びが追いつかなくてだんだん貧困化していくの。<laughs> これね、いや、これ本当大変な話ですよ。はい、今まで稼いだ給料で買えるものが減っていくってことなんです。物価が上がっちゃうから。なるほど、はい。これ貧困化ですよね、はい。この貧困がいつから続いているのか、まさに97年に橋本 劉太郎政権が緊縮財政やって日本経済がデフレ化した時からこうなってます本当だあの今は騒いでるけど、はい、今に始まった話じゃないんですよずっと,ずっとなり続けてるんです、ね、まあ時々上がるんだけどああ中期的に落ちてってるんですねはあそれでさらに今ずっと落ちてってるわけなんですつまり日本国民が貧困化したのはこれ見れば誰でもわかるでしょうちなみにね実質賃金が下がってる国がそもそもないからねはい ちょっと上がっててダメだっての分かるんだけど基本的にはバーっと上がっていくわけ、はい、日本は下がっていった海外頼りすぎるっていうのもあるんですか<ん>もうそれはその通り本来だったらですよ例えばこの状況だったんだからここで政府が国債発行して、はい、食料について外国から輸入しなくていいように農業を支援しますとここに入りますから政府の最終消費支はい。 すると、需要不足は埋まるし、はい、農業の供給能力が上がるから食料自給率も上がって外国に依存しななくて済んんだはずなんですもう一つエネルギーについてもエネルギーちょっと難しいんだけどもただ例えばここデフレギャップなんだから将来的なエネルギー不足を見越して、はい、例えば国内で技術開発ガンガンやってですねそれで他のエネルギー源まあエネルギー源って多様化しなくてはいけないんだけど、うん、そのエネルギーとして使えるそういう技術を開発したりとか。 なるほどやんなくちゃいけなかったやんなかったからデフレなんだ <laughs> つまりねエネルギーの安全保障を強化して<ー>要はエネルギーの自給率を高めてで食料の自給率を高めるそのために政府が金を使うと需要になるんですよ。なるほどこれ埋まる上に今のエネルギー危機食料危機なかったですよねはあ<ー>んかだんだん腹立っ,ってきてるんですなんでそんなことって感じですよ <laughs> <laughs> な,なんでそんなだか,でもだから理由分かってんじゃないですか,だからこれですよこれでもねこれが問題だったんですそれのためだけそれで今国民は苦しんでるんですねでもちろん政権の問題では橋本龍太郎政権とかあと小泉政権とかね、はい、あと第二次安倍政権以降とかまあ今もろくにやってないんだけどあと民主党もそうだね民主党も禁食男性だったからでもその政権なんだのって誰ですかって言われると、うん、私たち有権者なんですよねそうですねだから 我々こうあの選挙選挙だけじゃないんだけど、はい、政治的な判断を見せるとですね自分が苦しむんです。うん、だからもっとちゃんと考えなくちゃいけないでしょうと言っても考える際に普通の人はマスコミ情報飲みにしちゃうからそんな頃言っても国債もう発行できるわけないじゃないか一兆円超えてるんだとか言って話が終わっちゃうんですよね。はいはい、それなら我慢するしかないんじゃないみたいな言い方しかできない。方法はあるんだから。うん、はいちなみにね食料自給率が三十八パーセントって言いましたけど。 えっとエネルギー自給率はもっと低くて10%ぐらいなんですね。はあ、だから日本よりもエネルギー自給率が低い O E C D 諸国ってルクセンブルクしかないんですよ。そうなんですか。下から2番目なんですよ。ルクセンブルクでどうやってエネルギーあのの自給率を上げるんだってできないよね絶対。あんな小さい国で。全然ルスルクセンブルクを存じ上げないんですけど、はい、<だ>ちっちい国です。日本はもうちょっと頑張れそうな気はしますね。そうですよ。すよ <laughs> はい。 あとはまあとりあえずやるべきことは原発を再稼働するしかないですよ、もうとりあえずあ<ー>、はい、その上で原発に依存しないようなエネルギー政策をやるのは分かるけど、はい、今、止めっぱなしだから <laughs> それは外国から特に LNG、天然ガス液化天然ガス、はい、もう輸入しまくってますからねその価格がちょっと上がったら全体の物価上昇率がパンって上がるの完全海外頼みですもう100%近いですよね。 水力とかぐらいじゃないですか。上げられても、そ、もう変えないって言えないですもんね。電気使えなくなるけどいいんですかって言われた。あと太陽光発電とか風力って、私嫌いなんだけど、ちょっと、あの、憎んでますけど。あれなんか、まず太陽光発電って夜役立たないからね。あ、太陽出てない。雨降ってもダメだし、雪降ってもダメだしと、いうことで、あとね、不安定なの、すごく。太陽に依存しちゃうから。ああ、もう自然だの。自然だの、そんなこと、まあ、そのね。 莫大な蓄電池とかあれは別ですよ。ないんで残念なことにそうなんですよをかななないいよう蓄電池はのだから役に立たないんですよエネルギー安定供給って意味だとそれもあって反対してたのメガソーラーに反対しまくったって言ったじゃないですか儲かるって言われたけどやりませんって言ったのそういうことだかそれも分かってたからでね大変残念な話しなくちゃいけないんだけどねなんですかこれね 日本のの電気代代ガス推移なんでですす対前年比やっぱりロシア・ウクライナ戦争の始まる前から上がってたな上がったけどこの辺からバーンと上がりましてその後落ちてるでしょうこれ何でかというとそれは政府が電気代とガス代に対して支援してたからですはいありましたねあ知ってたんだ意外と知らない人いるんですお母さんが言ってましたお母さんは分かりますよねあらちょっと安くなったみたいすっごい高くなったって言って ちょそれがねえー、っと六月、えー、5月使用分だから6月の支払いで終わりえもう終わりって決まったんですかであまた再開するんだけど<ー>再開するんだけどでもすでに電気代はねポーンと上がってるんですこれ本当、ね、これ何って言ったらこれまだ支援続いてるんですよ、はい、続いててこんなに上がってるわけなんでですかそれはさっきのメガソーラとか風力っていうの再エネって言うんだけど再、はい、エネの補助金が上がったから。 それをユーザー側に押し付けてるんですよ、今。へぇ、えー。<laughs> それで、ね、ここ上がった。だからガス代上がってないですよ。本当だ、うん。電気代が上がった。電気代だけ。ここに、電気代、ガス代の支援終了の上昇が来るんですよ。今から。プラスなんですか今から7月に来ます。7月の電気代、ここでボーンって上がってきますから、ガス代も上がります。支援,支援も入って。支援はね、お付ち切りになるから。<ー>お付ち切りになったから一回。で、慌てて、始めまた8月使用分から再開するんだけど、それ9月の え請求書ですねだから7月と8月の電気代とんでもないことなんだこれと。怖い。しかも酷暑でしょ。はい。はい、使いますよね。使いますでしょ。エアコン。何やってんの日本政府と。今じゃない。だからやめなきゃよかったって。また始めるんだからどうする。でもやめちゃったの。なんでかというと、はい、いやもう予算つきましたからみたいな。そんだけみたいな。そんだけって。<laughs> 2>, <laughs> 2ヶ月 ?2 ヶ月はない。えー、電気代はもう再燃のせいで上がっちゃってるけど、そこにさらに来るんですよ。上昇が。 これはやばいなと、これ政局とも絡んでて、はい、岸田総理大臣は、9月の自民党総裁選挙に出たいらしいんですよね。あはいはい、でも、実質賃金が多分その時もまだ下がってるから、多分30か月連続マイナスっていう、ですね史上最高の男なんですよ、岸田ってそうなんですね日本最高記録保持者なんです、岸田総理大臣って、実質賃金の契約について、<laughs> えー、そこにですよ、そこに電気代とガス代の爆上がりが来るわけですよ、はい、支援を打ち切りにしちゃったから。 7月8月現時点で6月使用分と7月使用分なんだけどだ9月請求にでしょ来る8月に使用分からはあの支援がまた入るんだけどそれは9月の請求でしょ、はい、だから7月8月の請求書がひどいことになるんですよその状況で、はい、総裁選挙に出たら国民袋叩きでしょうね国民からそうですねだから慌てて再開したの遅いよ<る>お前と2か月早く決めてくれよ本当ですねいやちょっと見たくないね電気代の 領収書とか請求書とか、怖,怖い。まあ今月と来月の話ね。へー。そういうドタバタになってるんですね。はい。つまり日本はまだデフレートしてるから、国民の所得は増えてないし、ね、実質賃金だともだだ下がりですよと。うんうん、この状況でしょ。うんうん、この状況続いていっちゃってるのね。はい、反対側で物価だけ上がるんですよ。特に電気代ガス代に。はい。するとまた実質賃金下がるじゃないですか。はい。だからもう三十ヶ月ぐらい、今二十六ヶ月だけど、三十ヶ月ぐらい連続で。 実施賃金を引き下げた男ってことで岸田は日本にギネスブックがあったらそこで認定したいところだね。<laughs> えその政府が、えー、と電気代ガス代の補助をした時っていうのはやっぱりちょっとこういい傾向はあるんですか実質賃金はねそんな影響なかったけど少なくとも例えばあのここのね消費者物価全体の押し下げもあとここですよね、はい、これは確かに効果的だったからそれはありますよ政府がやれ、ね、我々が払わないで政府が払ってるだけい。 それはだから効果があったんですよね。そのまま続けりゃいいものを。なんでやめちゃったん。だからだから <laughs> だからすごいこれだって。ああそ。全部これなの。これが問題だったの。二ヶ月。二ヶ月自国です。へえ<ー>。はいはい。はい、だからあの小雪さんが一回目来られてから国債の話をしてるけど、はい。これが全部足引っ張ってるんですよ。全部ここなんですね。全部ここです。へえ。これを上げてはいけないっていうその。 しがらみい財務省の総税国の決まりを国税っていうのね省の決まりだから財務省の場合省税って呼んでますけどそれに逆らうことは少なくとも財務官僚はできないだから岸田総理大臣にもう予算を作るから電気代ガス代の支援をち切りましょうよりによってんでしょう夏の前に止めやがったから夏越えてからやってくれそういやるんだったら一番ひどい時に。 あと、車乗られます乗らないですかガソリンも補助があるんですよ、今。高いですよ、ガソリンは高いんだけど、だから今、私、買い遅れ入れるから190円とかだけど、これでもまだ政府の補助金が入ってるから、下がってるんですよ。本当な二200円はかかるかに超えてるんです、1リットルあたり。それ下げてるんですよ。それもね、9月でやめるって予定だったんです。予算が尽きるからと。なるほど。そんだけかと。それ再開する、というか、再開、それまで継続になりました、年末まで、さすがに。 何やってんのという話、はい、つまり日本政府はですねこの国債というもの国庫債権だな、はい、政府の債権に関する認識の間違いによってずっと国民を苦しめる政策をやってきたから、はい、このデフレギャップ肝心要のデフレギャップが思わないから、はい、国民が貧困化してこんなことになってるの。しかもエネルギー投資とか農業投資やらなかった、ね、この時に最初の時に。ね、今からでも遅くないんだけど、はい はい、やってほしいですね,ねすごいバカな政府でしょ。でなんでこんなことになってるのかっていったら貨幣に関する認識とか、はい、国債に関する認識が間違ってて、まあ、小雪さんとか「三橋 t v の視聴されてる方はもう分かってると思いますけどただの我々の貨幣供給だから、ねううんでもどんだけやったっていいんですよインフレイズが許すかぎいね。だってコロナの時にまさに政治によって仕事を止められたでしょ。はい そういうことがるいなん、はい、で逆らいようがないじゃないですか、はいね、ルールって言われればルールって言われてはいなで <laughs> <laughs> だから真面目に政治考えなくちゃいけないんだけどマスコミは基本的にはここの部分で勘違いしてるからマスコミ情報に依存してるとまあ間違えちゃう、ね、なるほど。でも国会議員で分かってくれる人たちが増えてきたのは朗報これ与野党限らよねへ<ー>だって言われてみたら誰でも説明聞いて分かるじゃないですかま ちゃんと勉強すればっていうことですよねしかも大した勉強じゃないですよ40分で大体分かったですそ日本がなんでこんなことになったのかが <laughs> 確かに大した話じゃねえだろうとなんか変な難しいような説明いらんのよんこの話ばっかりははいはい、はい、最後宣伝です三橋経済塾第13期ですが7月20日に藤井聡先生をゲスト講師としてお招きして開催されましたぜひご入塾いただければと思いますえ形成史論ですが高等論第66回悲劇の将軍 歴史代第代66回オスマン帝国の攻防征服者がリリースになりましたのでこちらもご入会いただければと思います財務省主権国家なんですよ日本は官僚の傍聴です政治するとあの予算を組むのと法律を定めるのこれ二つなんだけどね結局のところ、まあ、この二つしますと日本国民は日本国の予算を決められないという状況になっています 国会議員たちまでもが財政主権を取り戻そうって言い出し,言い出し始めているわけなんですねだからまあ基本的に行政の最大のパワーは予算その予算を決めることができないということはこれは政治を決められないということとイコールです法律を決める人が主権者なんですよ国会議員ですよね予算を決定する主権あるいは税制を決定する主権は国会議員が持っているんです その国会議員を我々が選んでいるからだから日本国の国民に主権があるって話になってるんだけども現実はそうなってないんですよね。法律決めのの国会議員で,とその通りですよ、そ通りじゃあ一応主権持ってるんじゃないそれが持てないような状況になってるっていうのがこれが日本の問題なんですよね国民は少なくとも食料の安全保障を強化してほしいと思っているはずだし。 あるいはエネルギーだとね、現実に電気代とかガス代が上がってきてるわけだからこれなんとかしてほしいと思ってるわけです現在の日本で食料安全保障強化とかエネルギー安全保障強化を求めない人がいますか <laughs> いないと思いますよ。それが実現できてないんです。なんでかというと財政主権が我々にないからあるいは国会議員にもないからです。でこれいつ始まったかというとまあずっとやってきたんだけど明治からやってんだけど本格的になったのはやっぱりという。 主権官が誕生した頃から、この人って政治的に動いてるんです。官僚なんですかね、本当に。政治家なんじゃないですか、実のところ。どうもこの間のグレーゾーンが日本にあるなと思うんですね。これが諸悪の根源です。このまま財務省によって日本国が滅ぼされたら、まあまあいわゆる主犯はですね、日本を滅ぼした過去形で言うけど、滅ぼしたのはなんですよ。大げさでも何でもなく。 権力天下り情報統制洗脳反乱なぜ国民から政治家から主権が奪われたのか財務省の持つ巨大な権力の源泉とは日本を滅ぼした旬とは一体誰なのかその全てを解き明かす鍵は国家予算をめぐる政争と謀略の中に隠されていた 10年以上財務省と戦ってきた三橋貴昭がついにその闇にメスを入れる三橋貴昭の新プロジェクト国家予算の研究財務省一極支配の解剖カミングスいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。